人類館事件は、1903年に、大阪、天皇寺で開かれた第5海内国館業、博覧会の学術人類館において、アイヌ、台湾高砂ご族、沖縄県、朝鮮、新国、インドジャーバルガリー、トルコアフリカなど、合計32名の人々が、民族衣装姿で、一定の区域内に住みながら日常生活を見せる、展示を行ったところ、 沖縄県と新国が自分たちの展示に抗議し、問題となった事件である。19世紀半ばから20世紀初頭における、博覧会は、帝国主義の巨大なディスプレイ装置であったと言われる。博覧会はもともとその開催国の国力を、誇示するという性格を有していたが、帝国主義列強の植民地支配が拡大すると、その支配領域の広大さを内外に示すために、 様々な物品が集められ展示されるようになる。生きた植民地住民の展示もその延長上にあった。人間そのものの展示が博覧会に登場したのは1889年のパリ万ク博覧会である。欧米での万博では日本人を展示品とした日本人村もあった。パリ万博では展示役を務めた芸者に一目惚れした青年が プロポーズを申し出たり、着物を譲って欲しいと願い出た女性の存在の記録もあり、日本においては人種差別意識より純粋な民族文化の展示と受け取られた。明治期様々な文物、制度が西欧より移入されたが、博覧会という催しもその一つであった。国際博覧会への参加自体は、 幕末から始まっていたが、明治の世になると、布国強兵の手段として盛んに、内国官僚博覧会というものが開催された。具体的には、西欧文明の文物、技術の紹介と習得、そしてその切磋琢磨の場の提供、及びそれら産業への投資を募集する、産業振興が目的であった。大日本帝国がアジアに拡張する中で開かれた大阪博覧会は、 これまでの博覧会の内容や展示のあり方とは一線を画すものであった。欧米の博覧会で採用されていた帝国主義の植民地主義的な展示方式、すなわち植民者が現地人を差別的に目指す展示方式を初めて導入した博覧会となった。人間の展示は民間業者主催の学術人類館というパビリオンでなされた。 当時の資料によれば確実人類館は以下のようなものであった。風俗画法六十九号内地に近き異人種を集め、その風俗、器具、生活の模様等を実地に示さんとの思考にて、北海道のアイヌ五名、台湾西番四名、琉球二名、朝鮮二名、シナ三名、インド三名、同期林人種七名、 ジャワ3名、バルガリー1名、トルコ1名、アフリカ1名、都合32名の男女が、各その国の住所にもしたる、一定の区域内に断乱しつつ、日常の起居動作を見するにあり大阪朝日新聞、博覧会付録場外余興、人類感謝に正門に対して、その建物あり、準備の都合にて開館は来る5日頃となるべく、夜間会館のことは未定なりといえば当分は、 昼間のみならん。内地に近き異人種を集めその風俗、器具、生活の模様等を実地に示さんとの趣向にて、北海道アイヌ5名、台湾西番4名、琉球2名、朝鮮2名、シナ3名、インド3名、ウリア1名、バルマリー1名、都合21名の男女が各その国の住所にもしたる、一定の区画内にらんしつつ、日常に気境動作をみなすにあり、 また場内別に舞台ごときものを設けそこにて変え張る。自国の株音曲を演奏せしむるユニテ、観客入場の口は表にありて、出口は裏にあり。通券は、普通10特等30選にして特等には、土人等の写真及び別席にて薄っちゃうテイストのこと。一方台湾館は、国際式のロー及びユクロを持った。 建築物であり、中では台湾に監視十五部門の展示が行われた。これは当時日本の植民地となって、すでに九年が経過していた台湾の実情を内外に知らしめるために設けられたのである。この台湾館はその後の博覧会でも常に設けられるようになり、また植民地の拡大とともに増設されていったカラフト館やミズルス館、拓殖館、朝鮮館といった 植民地パビリオンのモデルとなった。当時の日本は鉄道や船舶の整備によって国内の移動が促進されたことで全国から多くの人々が博覧会を観覧しに来るようになっていた。さらに日清戦争後に起きた日本留学ブームによって新国や朝鮮などから来日した多くの人々が来場するようになった。彼らは展示物に対し素直に賛嘆し、 明治維新の成果を認めた。しかし、学術人類観の生きた展示に、深刻沖縄が反発し、外交問題化した。反対に、口術のアイヌのように積極的に参加する場合もあった。沖縄県から連れてきた友情を、琉球夫人として展示し、説明者が、動物の見せ物さながらに、こいつは、こいつはと、無知で刺しながら、 沖縄の生活様式などを説明した。これを見た県人の一人が琉球新報に投書したことから地元で抗議の声が上がった。例えば当時の琉球新報では我を成番愛主したる者なりという理由から激しい抗議キャンペーンが展開された。特に沖縄県出身の言論人オダーが陳列されたる二人の本県婦人は正しく、 辻誘惑の将棋にして、当初本人または家族への交渉は、大阪に行手は別に、難し事ともさせず、もちろん顔さらすようなことなく、ただ、品物を売りまたは客に茶を出すくらい日のことなり、うんぬんと、主事還元を持って誘い出したるのみか、この婦人を指して、琉球の貴婦人というに至りてはいかに善意を持って解釈するも、 学術の美名を借りてもって、利を貪さらんとするのせいというの外なきなり。我が輩は、日本帝国に、心冷酷なる貪欲の国民あるを恥つるなり。彼らが、他府県における異様な風俗を転鎮せずして、特に、台湾の聖番、北海のアイヌ等と共に、本県人を戦みたるは、これ我を、聖番アイヌししたるものなり。我に対するの侮辱、兄これより、 大なる者は乱野であると抗議し、沖縄県全体に避難の声が広がり、県出身者の展覧を止めさせた。当時の世情として、オーダーや沖縄県民は大日本帝国の一員であり、帝国新民として積極的に同化しようとの意識が広まりつつあったため、他の民族と同列に扱うことへの抗議であった。新国側からも同様に激しい抗議がいくつか寄せられた。 まず宣伝によって事前に学術人類館に漢民族の展示が予定されていることを知った在日留学生や新国在神戸領事館員から講義を受けて日本政府はその展示を取りやめた。博来会開催前に新国の皇族や皇官を招待していたためすぐに外交問題となったためであった。その学術人類館に展示される予定だったのは アヘン級員の男性と転職の女性であった。新国人の展示が中止された後、今度は人類館に出演している台湾女性が実際には中国湖南省の人ではないかという疑いが新国留学生からかけられた。しかし、その留学生が自分で確かめたところ、台湾女性は本当に台湾出身であることが判明し、一見落着となった。アイヌは、 むしろこれを好奇と捉え、来場者にアイヌの待遇改善をアピールした。沖縄や新国といった抗議する側が、反差別主義的であったかというと、実はそうではない。例えばこの事件に関して、近所薫は沖縄県の人々の抗議により、沖縄県民の展覧中止が実現したものの、 他の民族の展覧が最後まで続いた点に注目し、沖縄人の中にも沖縄人と他の民族を同列に展示するのは屈辱的だという意識があり、沖縄人も差別する側に立っていたと主張している。また新国留学生たちもインドや琉球はすでに亡国となり、イギリスと日本の奴隷となっている。 朝鮮はかつては我が国の反属国であり、今やロシアと日本の保護国となり下がっている。ジャワやアイヌ、台湾の成盤は世界でも最低の癒しい人種であって近重に等しい。我々中国人が蔑視されるとしても、これらの民族と同列ということがあろうかと、批判公外しているように、抗議の原点は野蛮な他民族と、人し並みに扱われることであった。ヤカヒ州。 近代沖縄におけるマイノリティ認識の変遷、別冊館琉球文化圏とは何か書集。藤原書店学術人類館は、日本人類学の祖、坪井正五郎の発案による。また、台湾館は、後藤新平の強力な要請による。大田正秀。醜い、日本人、日本の沖縄意識。岩波現代文庫、難しいコール難しき。軟式の当て字。 石膏寺は当時東京において中国石膏省出身者が中心となって発行していた看護雑誌。中国革命への支持拡大に大きな力を果たした観光都市順。ありがとうございます。